戦明とは、天皇の命令を、漢字だけの和文体で記した文書であり、漢文体の象徴に対して言う。この文体を戦明体、その表記法を、戦明書、また戦明を読み上げる使者を鮮明史、戦苗師、戦明を記す紙を、戦明紙という。戦明体は、漢字かな混じり文の源泉となった文体で、かなの発達史上、大変重要な文書である。 天皇が乗りたまう大名の意で、本来は、皇統で宣布され、それを戦明体で初期した。奈良時代は長が即位、改元立皇、立太子などの儀式に用いられ、平安時代以降は忍神、任大臣、造位、神社、三領などの国分にだけ用いられた。戦の乗となどの文体を戦明体と言い,い、その表記法である、戦明書とは大、体言 用言の語感を大きな字で書き、助詞、助動詞、用言の活用語尾などは、一字一音の万葉仮まで、小さく、右に寄せて書く方法である。鬼は、か、のには、の、はには、波など、一定して使っている。ただし、鮮明体には2種類ある。助詞なども含めてすべて大技で書かれる、鮮明体書体と、上述のように助詞などを小技で書き分ける。 鮮明書書体である。鮮明書は漢字万葉かなまじり文と言えるが、その万葉仮名をひらがなに変えると、漢字仮名まじり文とほぼ同じになり、これは日本語表記の展開詞の上で注目すべき出来事であった。古代朝鮮の李都が鮮明体を導いたと推測されている。文系上、朝鮮語は日本語とよく似た言語で、 助詞や助動詞などの文法的要素を必要とするため、漢文で書かれていた古代朝鮮の公文書に、これらの朝鮮語を書き加えることが起こってくる。これをリトというが、原則として、漢文の書く文節の終わりにその要素を、送り仮名のように漢字で記した。この方法は、日本の鮮明書と同じであり、ここにリトが鮮明体のモデルという推測が生まれた。ただ、 金を小さく書く、千明書書体に進展したのは、日本における成果である。千明を記す紙で、普通は、大間紙を用い、伊勢神宮には、花田色の紙、鴨神社には、紅色の紙を用いた。大間紙とは、朝を主体に作った紙で、害虫を防ぐために、大箱で染めたため、その色からこの名がある。古来より、浅は、正常なものとされていたので、 奈良時代の写経にも多く使用された。俗日本記には、697年、文武天皇の即維持のものをはじめとする千名が62編、収録されている。しかし、いずれも原本は現存しない。天平正法9年3月25日の、貢献天皇千名の転写が焦燥院文書、聖宗第44巻に収めされている。ありがとうございます。